質問です。スピリチュアルヒーリングをしています。子育てが一段落したので本格的に活動しようと思ってますが、SNS が苦手です。僕も苦手です、えー。何の媒体で発信したらいいでしょうか、えー、もしくは何か勉強した方がいいでしょうかということなんですけれども、えっ、ー、と、これはですね、その、まずですね、誰に伝えたいかという質問に答えてもらいたくって、で、その、誰に伝えたいか に答えたときに、じゃあ、その人たちいますよね。で、その人たちは何を使っているのか、何で情報を発し得てるのか、っていうことを、えー、考えてほしいんですね。で、その人たちが使っているツールを使って発信してあげるっていうことをね、えー、やってみるといいと思いますので、今どれが流行ってるとか、どれがユーザー数多いとかじゃなくて、自分が伝えたい人が 何を使っているのかを見つけてみることが必要で、そのためには、その人たちとコミュニケーションを取らないと分からないですね、想像しても分からないので、話をしてみる、話を聞いてみる、えー、同じ時間を過ごしてみる、それでその人たちが使っているものを聞いて、ですね、えー、それで発信していくと良いですごご覧いいただきありがとうございます。 あなたの素質とと強みを知ることができ自分らしいビジネスの仕方が分かる自然体ビジネス診断無料で受けられますので是非概要欄からクリックしてみてください。